ここからインスピレーションを受けたよ。この絵の上にビニールのシートを乗せてテープで固定するよ。その上から 3D ペンでなぞる。まずはアウトラインから。いい感じだぞ。羽が完成。次にディテールを追加するよ。小さな輪っかを描いていくんだ。そうしたら隙間を埋めていく。こんな感じにね。いいね。次に体の部分を描く。半分だけね。それをチェーンに取り付ける。残りの半分も同じようにやったらイヤリングの出来上がり。本当に素敵だわ。とっても可愛い。